京都競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。桜ヒファリ4スタート、綺麗なスタートを切りました。前のトップガン前に行きそうです。桜ヒファリ、それに続いています。さらにはアグネスエアデール、6番シスタースノー、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは前のトップガン。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。1番人気の前のトップガン現在先頭です。では前の方から、前のトップガン先手を取りました。少し離れて桜ヒファリ続いています。並んで1番アグネスエアデール、その外からキャッスルヘブン、内からはクロスウィンズ、並んで8番サイコーブルーム、しんがりからエリモロッキー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番前のトップガン依然として先頭に立っています。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで桜ヒファリ先頭に変わりました。2番手は前のトップガン、絶好の手応えです。前のトップガンいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭は前のトップガン桜ヒファリ、その後ろシスタースノー、その後ろ、その外からは最高ブルーム。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わって前のトップガン、残り 200m、 前のトップガン後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は桜ヒファリ、前のトップガン今ゴールイン。段違いの強さです。前のトップガン1着、2着は桜ヒファリ、これは桁外れの強さだ。前のトップガン第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアイノファンキー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はカワチシェル、一気にカワチシェル、カワチシェルもう一伸び。先頭はカワチシェル、1着でゴールイン。カワチシェル1着、2着にはどうやらアイノファンキー、1番人気に応えました。カワチシェル見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はアフリカンデュー、アフリカンデュー先頭、残り 100m、 アフリカンデュー粘る、プラウドパーシブ迫る。先頭はアフリカンデュー、1着でゴールイン。アフリカンデュー1着、2着にはどうやらプラウドパーシブ、見事に勝ちました。アフリカンデュー、プラウドパーシブ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。